山幸太郎さん、豊響関と神戸屋高知の入門です。豊響関が2つ年上、負けたくない気持ちで2人の激しい稽古がありました。ちょうど1年前の今日1月29日が豪栄道関武隈親方の引退相撲でした。妙義龍関です。続いて佐田の海隆関です。